ミカミナミのベトナム乱歩へようこそ。なんと突然ですが、本日ファンティエットに来ています。わっしょーというわけでですね、はい、ここはですね、あのファンティエットのビラなんですけれど、今日は今から今朝の4時半ですね、はい、朝焼け砂漠砂丘ジープツアーに行きたいと思います。それではいっちゃおしんちゃん、三上奈美のベトナム乱歩。というわけで、ただいまジープに乗り込みました。ちょっとまだ外が暗いのでですね、ジープの外観は後からという感じなんですけれど、結構ちっちゃい可愛らしい感じのジープですね。これから乗っていきます。もうちょっとしたら出発するかな。というわけでジープが走り出しました。いたビラからですね、40分かかるみたいです。というわけで暗闇の中を走っていくんですが、なんかもう外出たらすっごい星綺麗で、やっぱりあまりね、街灯とか街明かりがないので、その分あ、こんなに星見えるんだっていう感じで、ちょっと朝から感動しております。朝焼けツアーはなんかどうやら寒い、ちょっとなんか肌寒いと聞いたので、一応パーカー持ってきたんですが、まあ、今のところ大丈夫な感じです。すごい朝日が徐々に昇ってきているのが分かります。すっごい綺麗です。海の向こうが真っ赤。さあ、一本道に入ってきました。もうだいぶ夜が明けているような感じもしますが、日が昇るのに間に合うでしょうか。ここが砂漠の入り口っぽいです。というわけで、もうあとちょっとでなんか日が昇っちゃうよというわけで、ちょっと早足で向かってます。ここからバギーに乗り換えて、で砂漠の中を行くみたいです。なんかバギーに乗ろうと思ったんですけど、なんとバギー一人30万ドンって言われて、どうしようかなと思って、とりあえずもうなんか日が明けているので、まあ歩いて行こうかなと思います。というわけで、いやでもすごい朝の空がめっちゃ綺麗。見て、あっち側超ピンクなん。いいね。そしてこの砂がね、もうサラサラして気持ちいいので、今私は裸足になってます。もうこれちょっとその辺に置いていきたい。めちゃめちゃ綺麗。そしてジープがガンガン走っていきます。さあ、朝焼けに追いつくか。すごい、やっぱ上に上がってくるにつれて、ちょうど太陽も上に上がってきてるので、かなりいい感じですね。それで歩くの大変は大変なんだけど、本当ね、裸足になるとすごい気持ちよくて、朝ジープに乗ってここに来るまで40分ぐらい乗ってたんで肌寒かったりしたんですけど、今は歩いてかなり暑くなってきました。すごい、ああ太陽が見える、すごい綺麗。そしてやばい、こっちポロンの絵画のような色をしている、すごい綺麗。そしてあれは風力発電かな、なんかいっぱい奥に回ってますね。めちゃ綺麗。これが白い砂漠かな。そう、ファンティエットには2つの砂丘があって、1個が白い砂丘、もう1個が赤い砂丘、まあ、なんか黄色い砂丘とも呼ばれているので、こっちは白い方ですね。やっぱ白い方が綺麗。また黄色見てないけど、もう多分白い方が綺麗。ここで2019年7月に行った白の砂丘を少しだけお楽しみください。この時は朝焼けツアーではなく、バイクをレンタルして個人で来ました。他に観光客はいなく、貸し切り状態。砂丘の上はとにかく風が強かったです。空に憧れて空を駆けてゆく。あ、出てきた出てきた、ピカンってしてる。おはよう太陽。完全に登りました。すごい綺麗綺麗、ご来光。
やっぱご来光が素敵なのはどの国でも一緒だね。はい、今日天気も良くて良かったです。なんか朝の光でちょうどこの砂の風紋がいい感じに光っててすごい綺麗ですね。というわけで白い砂漠を堪能した後はお次の場所に行きたいと思います。わードン。というわけで赤い砂漠にやってきました。わっしょーい。はい、もうだいぶ日が眩しくなってきました。でも確かになんか砂の色がさっきよりも濃い感じがしますね。というわけで進んでいきます。はい、というわけでですね、赤い砂漠ではやっぱりせっかくなんでこう滑るやつをやろうかなと思って、はい、手作りソリを3万ドンで借りました。というわけで、そしてここがベストスポットに連れてきてくれるのかな。では皆様さようなら、私の無事を祈っててください。なんか道を作ってくれてる。はいばはいば。なんか、あ、セムセム渡されたやつじゃなくて、はい、さようなら。思ったよりスピード出なかった。あ、なるほどね。もう一回、もう一本目なんだ。行きまーす。砂が目にくるんじゃ。いやでも面白い。さっきよりやっぱり固まったからすごい滑りやすくなりました。面白いので皆さんもぜひこの滑り台、滑り台じゃないソリ体験してみてください。というわけで今回はファンティエットの白い砂漠と赤い砂漠をご紹介しました。なんか口の中がすごいジャリジャリ言って、目とかあと耳とかも触るとザラザラするので、かなり全身が砂だらけになっていそうです。まあ砂漠というかね、実は砂丘なんですけれど、ファンティエットにはこんな美しい景色があるので、ぜひ皆様一度は来てみてください。ちなみに私は今回でこのファンティエットに来るのは3回目、砂丘だねに来るのは2回目でした。はい、また次来た時もきっと同じことをするのでしょう。本日も三上奈美のベトナムランプをご視聴いただきありがとうございました。最後は奈美奈美じゃんけんじゃんけんぽい。また会いましょう。バイバーイ。普通だった。登れない。結構ただいま。